はいどうもおはこんばんちはウエスタンキムランです。今日はですね開口慶長極上こちらの方を攻略していきたいなと思います。早速ですが、パーティー見ていきたいなと思います。リーダームダディオ、ファイアーボムこの点数はひどすぎる。そして完全生物をつけています。そしてテネスティーダービーですね、F メガですね、最高知能怖くないぞ蘇生をつけています。そしてメインアタッカーのジョウスケですね、先導勇気こちらにも完全生物をつけています。そしてサブには、慶長ですね、いつも通りですね、喧嘩するほど仲が良いと結ばれち2人の愛ですね、こちらをつけています。そして、フレンドにはウンドゥールですね、ウンドを迎えています。それでは早速始めていきましょう。ジュズッタローがね見れば結構楽に、進めるんだとは思うんですけどね、完全生物とかもいらないで本当に楽ちんなんだろうなっては思いますけど、私持ってないのでこういう阿鼻構成になってます。まあ、最速動画とかは、他の動画さんに任せております。いつも通り、美貌録としての、匂いが強いので、そちらをご了承ください。では早速、ジョウスケの CS ですね。もう完全な CS ゲーなのであまり見てても、面白みはないと思います。あらかじめご了承ください。ゾウがやってまいりました。ゾウエンも CS ですね、 CS で倒していきます。もう CS 連打ですね、これで終わりです。でそして第2ラウンドですね、マニッシュがいても完全生物があるので関係なしにゲージは溜まっていきます。ですね、マニッシュですね、10分の1になるんですけど完全生物つけてるので関係ないですね。でそしてブラフォードですね、いつも通りですね、コンボ数が多いほど自身へのダメージをカットするのでなるべく早く倒したいですね。接触しなかったのでもう倒せないですね。 CS の連打ゲーですね、慶長は。さあそして猿がやってまいりました。ゲージが回復ですね。そうですね、サル接触するとダメージを与えてくるのでちょっと気をつけたいですね。で意外と忘れがちなのが狭間だですね、接触攻撃を受けると一番 HP の高い味方の勢力のユニットにダメージを与えるってなっています。意外と忘れやすいですね。あら壁打っちゃいましたね。回復しておきましょう。はい、2ラウンドクリア。3ラウンド目ですね。自己紹介が長い。カメオですね、カメオが死亡した時にスキルゲージを3ゲージ減らすっていうのがありますね。これが結構面倒ですね。そして、壁に接触すると、移動を停止させる、2100点デビューですね。いつも通りのがありますが、完全生物つけてるので関係ありません。アリューナもないです。もう走ってゲージ回収するのが面倒なので
CS 連打連打旦那ですね。旦那は近くでスマッシュすると、発動を止めて相手の移動距離を2分の1にするという、まあちょっと極悪なことをしていますね。そして奇襲をかけてくるのでゴードカードゼロになるんですけど、無駄量が移動をかけて1ですね。そしてワムーですね。ワムーが本当に1分だけお前にこのワムーとの戦う時間をやろうという感じですね。ヒットされるたびに自分の行動カウントが2減るので、なるべく当たりたくないですね。そして、ジャック・ザ・リバーですね。接触攻撃を受けるとメスを周囲にばらまくのがありますし、マイターン、メスをばらまく、これもありますね。ちょっと間違えました。では、やっていきます。まあもう障害物は全部消します。障害物を消すことによって旦那は動いてきますが、ゲージは回復しているので、それに旦那の攻撃力が意外と互角でないので、うん、サクッと出ちゃった方が早いかなって思います。この時にね、ダービーはね、テレンスが攻撃受けてから回復するようにしたいところですね。さあ、これでゲージを回収して、また上付けの CS ですね。さあ、そして第4ラウンドですね。自己障害が相変わらず長い。さあ、4ラウンド開始です。小市くんがですね、死亡した時にスキルゲージをヒット数分減らすってあるので、もう本当に関係なくすぐにやっちゃいましょう。どうせ没収されるんですから。はい、全没収。そしてゾーンですね。ゾーンが降ってきたので、ここでまだゲージが 1.5 回復していきます。はい、回復しました。でですね、ゆか子ですね。ゆか子が、登場時味方勢のね、全体のスキルゲージのたまりを5分の1にしてくるのと、16ヒット以降のダメージ1になるのがあるので、なるべく早く倒しておきたいですね。まあ、完全生物があるのでファイヤーボムとゲージ回収で3ゲージ溜まるので、16ヒットになる前に倒しきれるのであまり関係ですね。はい、さあ最終増援ですね。上線攻撃当たっちゃった。はい、ですね、リングをばらまくタルカスがいて、敵勢力の移動を2分の1にするっていうのもありますし、自身の重さをアップする。で、フィールド上に9
キリンを3つ設置するかなので結構ね、猫ですね。そして華僑院ですね。華僑院はスマッシュカウンターを必ず打ってくるので、スマッシュ打てないっていうのもあります。そして、ストラハイムですね。再起不能になると自爆して範囲内にダメージを与えるとなっております。ではまずは障害物とゲージ回復ですね。スマッシュではないのでね、禁止が出てこないので楽ですね。2万1000これは辛いですねしかも結構範囲大きいですね。大丈夫かなとか思ってたんですけど、まあどっちにしても最終なんで関係ない部分は関係ないんですけどね。はい、クリアしました。まあ、ゲージ回収に、趣を置いた、攻略となりましたですね。一応クリアしました。お、結構いいですね。はい、ではこれでですね、攻略を終わりたいと思います。動画を最後まで見ていただき誠にありがとうございます。ではですね、またどこかで会いましょう。ではラーサマダイ。